こんにちは、はじめ社長です。でね、ちょっと無理やり元気出してみたんですけど、実はあんまり今僕元気がないんですよ。ちょっと梅雨でこうジメジメしてね、温度も上がってきてね、なんかね体調があんまり良くないんでね、今日は皆さんサプリメントって知ってますか？サプリメント、サプリメントっていうのはね、まあいわゆるチートみたいなもんですよ。まあ一種のもうドラッグですね。ドラッグ、いや、ドラッグじゃないですよ。あるお店に行ってきたんですけど、そのお店にあったサプリメントを片っ端から全種類買ってきました。こういう感じで、もうなんか、いろいろ買ってきちゃいました。ちょっと見てみるか。パッと見るとこんな感じでございます。じゃあちょっと一個ずつ紹介していきましょう。ブルーベリーミネラルブレンド、アスタキサンチンダイエット、黒ごまセサミン、ビタミンブレンド、セルライトです。なんだろう、ちょっとクロスっぽいですね。 DHA と EPA、 グルコサミン、リポ酸、カルシウムプラス、ビタミン D、 アミノ酸、亜鉛、なんて呼ぶ、クラゲ、マカ、プロポリス、コエンザイム9点、コンドロイチ、レンガクアンダー、ベトメンセ、コフィジュース、うんこ、ユンペ、ビューティーブレンド、ユズゾンソン、ナニチェン、ベトゼンダ、鉄分。今回はですね、このサプリメントと、まあ、モンスターでいいかな、まあ、モンスターとサプリメントで最強のエナジードリンク、もうね、ほんとにこのありとあらゆるね栄養素をね一瞬で取り込めるドリンクをね今日は作っていこうと思います。正直死ぬ気がするんだよな。やばいな、どうやって作ろうかな。1錠ずつこちらのものに移していこうと思います。すいません、やっぱりちょっと生ぬるいこと僕したくないんで、全部袋ごと入れていきます。はい、今全部入れ終わったんですけど、ちょっとやばいっす。これはやばいですよ。もうなんか、ケミカル、なんかもうすごいんすよ。もうなんか綺麗な、くさ、全部出したんですけど、こっからはですね、まあ、とりあえずモンスターを入れてみようと思います。元気も欲しいんでね、やっぱモンスターをねこう入れていこうと思います。ケミカルー、ご覧ください、泡が吹いてますよ。うわー、やばい、うるこれ元気出るのかなっていうね。これを今から加熱して綺麗なその液体状にしようと思います。では行こう。じゃあちょっと加熱していきます。あ、間違えた。はい、 OK です。ではしばしお待ちを。いやもうちょっと一回切ってみましょう。やべ、一応サプリメントは全部溶けました。このままじゃ死ぬわ。ちょっと牛乳足しときます。よし、ちょっと何度もしつこく言うんですけど、本当に真似しないでください。そもそもサプリメントっていうのは多量に摂取するものじゃないんで、あったかいんで、これを一回冷蔵庫に入れて冷まします。やめたい。もうなんかすごいですよ、こんなんですよ。2010年で一番凄まじいことをしてる気がします。ではいきます。もう実験だよこれ。じゃあいただきます。うわ、本当にやばい。じゃあもう普通に行きます。うれ、私が実験して命がけで、俺が実験してこの食生活を この食材この食生活は
変えたい。